絶対に笑ってはいけない場面で笑ってしまったことはありますか？あります。これは、中学校の時の修学旅行で、なんか私たちの班が何で怒られたか忘れちゃったんですけど、すっごい怒られちゃって、で夕食の後か何かに呼び出されて、すごい説教をされてたんですけど、なんか先生の歯にネギか何かが詰まってて、すごい怒るたんびにネギがフルフルフルって歯の間で揺れてるのがすごい面白くて、私はギリギリ耐えてたんですけど、誰かに言いたくなっちゃって、隣にいた友達に、先生の歯にネギ挟まってるよねって言ったら、友達が吹き出しちゃって私も笑っちゃって、もうさらにさらに説教が伸びたことがあります。今日一日何をしても犯罪になりません。何をしますか？これは私はタイマーを吸ってみたいです。なんか芸能人の方とかがよくタイマー所持とかで捕まってますけど、なんか捕まらないんだったらぜひ一回吸ってみたいなと思いますね。どんな味がするんだろう。なんかお酒と酔っ払うのとどういう風に違うのかなって興味があります。女友達同士ってとんでもないどしもネタの話をすると聞きました。具体的にどんなお話をするのですか？教えてほしいです。結構とんでもないどしもネタの話はするような気がします、ね、最近した話は性行為中あるあるの話をしてたんですけど、その時にその友達が言ってたのが、69をしてる時に感じてるふりをして舐めるのをサボるっていうあるあるを言ってました。で、私すごいそれ共感してあの体勢舐めるのちょっと疲れるし、私も感じてるふりっていうか、ふりっていうかちょっと誇張して感じて舐めるのをサボるのは確かにあるあるだなって思いました。はい、というわけで女子部屋でした。アスカとお友達になってくれる方、チャンネル登録してくれると嬉しいです。あと質問もお待ちしています。